ライズのビッグマッチ、ライズワールドサイズ2024横浜、9月8日、神奈川、横浜分隊の一夜明け会見が9月9日、都内で開催された。メインイベントで行われた、ライズ世界バンタム級 55kg タイトルマッチ、たタる立つ、トライハードジムを破り初防衛を果たした白を、ビーウィルキックボクシングジムが右拳のボクサーズナックル、 の手術に踏み切ることを明かした。会見の冒頭、伊藤隆代表が昨日は苦労と好みの試合だった。欲を言えば、もっと攻防があればよかったとかなと思った。ジャッジに聞いたところ、4R までほぼ攻防がなく、5R で僅差が出たということだった。互いにタイトルを持っていて、守るものがあったのかと見えた。その中でも攻防があって白黒つけるのがライズ。 欲を言えばそういう部分で決着をつけて欲しかったなというのもある。今回防衛して、しこれを受け、し郎は、伊藤代表が言ったようにくろと好みの戦いになってしまったが、満身創意の中でやっていたので、その中でできる範囲のことは結構やった。いろいろなことを試したので収穫はあった。もう少し一から攻防を出さないといけないなということも改めて思ったし、 ここからさらに強くならないといけないなと思った、などと語った。ロー自身もこのベルトの価値を上げていきたいという思いもあるので、対戦候補も考えたいし、今後の彼のストーリーもいろいろ考えていきたい、などと前日の試合を振り返った。この、満身創痍については、全々回くらいから拳に違和感があった。踏み込んでワンツーとか右を打つと痛みがあった。 前回の試合後に病院に行ったら、拳に穴が開いている、ボクサーズナックルと言われた、などと明かした。拳の状態については、拳の剣下人体に穴が開くというのがあって、ちょっと開いているんじゃないかという疑惑があった。スパーリングで右を打つと痛みが出たり、前回の試合後は折れたんじゃないかと思うくらい腫れてしまった。膨れて、切開して縫わないといけない感じ。 今回はいい意味でも、右手を使えない練習があったから左手の練習が多くできたので左手の差し合いでも勝ったのではないかと思ったし、精神的に疲れた。トレーナーのニックさんも言ってましたが、スパーリングを左手だけでやっていて、勝てなくてそこを見て不安だったらしいが、自分としても不安だったので精神的にも強くなれた試合だった、などと説明した。手術については伊藤代表に、 12月に出なくても大丈夫ですかと確認。ライズは12月21日に千葉幕張メッセイベントホールでビッグマッチを開催の予定なのだが、伊藤代表の万全の状態で試合を組みたい。との答えに今週の金曜くらいに手術する予定。と明かした。